今回は隣地論の変更について説明したいと思います。隣地論にはタイトルに由来しない隣地論とタイトルに由来する隣地論があります。それらは変更を行う際に若干異なる方法を用いますので注意してください。また隣地論を一挙に変更したりすることもできますので、そちらの方も説明したいと思います。まず個別に普通のトランジションを設定する変更する場合には、そのトランジションをダブルクリックします。そうしますとインスペクターが表示されるので、その中のトランジションという箇所をクリックします。今はクロスディゾルブが選択されていますので、こちらを例えば、クロスブラー、クロスズームにして変更してみましょう。クリックするだけで変更されます。このようにしますと、このように、クロスズームになっているということがわかります。このようにアイコンも、異なってきます。一個ずつ個別に行うのには、この方法が最適です。こちらは、テーマ由来のトランジションですので、ダブルクリックしても、このように、トランジションの変更はできません。その場合や、他に、使いたい、トランジション、一挙に、トランジションを変更したい場合などには、こちらの、トランジションウィンドウを、トランジションブラウザを使います。例えば、この箇所を、クロスブラーにしたいと思います。こちらの方にドラッグします。そうして、ドロップします。そうしますと、このように4つのメニューが現れます。これは取り消しです。あと、リプレイスが3つありまして、これが1個のリプレイス。これが、シミラーのものをリプレイス。そして、これは全てをリプレイスというんです。シミラーというのは、クロスディゾルブのことを言います。クロスディゾルブのみを、今選択した、トランジションに変更するという意味です。オールというのは、このテーマ由来のものや他の、テーマ由来にしない、由来ではないんですが、クロスディゾルブではない、トランジションを含めて、すべてのこのプロジェクトに含まれているトランジションすべてを変更します。では、リプレイスシミュラーを行ってみましょう。そうしますと、この箇所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 、この4箇所ですね、これが、変更されます。4という数字は、このクロスディゾルブが 4箇所あったということです。それに対して、このリプレイスオールにしますと、さらに、こちらのクロスブラーと、こちらのトランジション由来の、テーマ由来のトランジションですね、が、変更されます。ですので、ロックになります。このようにしますと、この箇所がと、この箇所が含められ、結果として、6個が変更されるわけです。このようにして、またテーマ由来の場合は、このようにドラッグして、変更する以外に方法はないので、テーマ由来の場合には、注意したいと思います。このようにして、こうしておきましょう。これで、このように、こうして、ここになるわけですね。